クリスマスですよね。そうですね。スリーさんは今年のクリスマス何するんですか？私のクリスマスはやっぱりゲッツーだよ。そうですよね。はい、というわけでございまして、ゲッツー始まりました。はい、皆さんこんばんは。番組 MC のゆめこでございます。よろしくお願いします。この番組はオンラインとコンシューマーの明るい未来を創造するゲッチャ2がお送りいたします。ゲーム情報バラエティ番組でございます。今回も、プレゼントがございますので、皆さん最後までお見逃しなく。それでは今回のゲストをご紹介いたしましょう。門脇舞ちゃんです。はい、皆さんはじめまして、こんにちは。こんばんはだ、こんばんはだ。いや、いいんです、いいんですよ。こんばんは。門脇舞と申します。よろしくお願いします。お願いします。にゃーにゃー。ありがとうございます。舞いただそうですけども。舞いただそうですよ。はい、こちらなんで舞いたんですか？舞いたって自分で言い出した気がするんですよね。そうなんですか？そしたら結構皆さん呼んでくださり、舞いたと、はい、今日は舞いたさんとね、はい、一緒にやっていきたいわけなんですけれども、はいはい、こちら今ブログのね、あ、ホームページの、あ、そうです、はい、出ておりますので、ね、ここにいます、主に。あと、ナオチンと同じ事務所にいます。あ、そうですよね。おー、ライバル、ライバル、良き友、そんな感じで、あの、ナオチンの CD の何、何、何、言った今なんか言った、愛し合ってる、愛し合ってます。愛し合ってる、はい、あれですよね、ナオチンのこの間発売した CD のジャケシャは、それを言いたかった。ジャケシャを写真撮らせていただいているので、はい、絶対買ってください。はい、よろしくお願いします。絶対買ってください。いい連携プレイですよね。はい、じゃあ舞田さん、今日はね、はい、最後までぜひね、よろしくお願いします。はい、楽しみです。よろしくお願いします、はい。では今回のゲッチャ2で紹介しますタイトルを各プレゼンテーターの方からご紹介していただきましょう。まず一人目のプレゼンテーターはこの方、のんたんです。はい、こんばんは、のんたんこと影山のぞみです。はい、はい、今回私たちのチームがご紹介するのゲームはこちら、ででん、本日発売になりました PS2 用ソフト Fate Unlimited Code です。アニメにもなった大人気ゲーム Fate Stay Night が今度は対戦格闘ゲームになりました。現在アーケードで絶賛稼働中ですが、この PS2 版では新たなキャラクターが追加されているんです。今日のゲストの門脇舞ちゃんも声優として参加しているこの Fate Unlimited Code、 この後ゆっくりご紹介しますのでお楽しみに。はい、のってあれですよ、チャットからそれセイバーですかって。あ、そうなんです、分かってくれました。あの、ありがとうございます。ここ、ここ、ついてます。はい、ついてました。はい、では続いてのプレゼンテーターはナオチンです。はい、おー、私がご紹介するゲームはこちらです。バババン、 YNK ジャパンのロハンです。独自の技術だけで開発したフル 3D エンジンエポックにより立体的なグラフィックを再現。さらにですね、そうなんですよ、こうセクシーな姉ちゃんがたまらない感じでですね、もういいんですよ、もうキャラクターがとにかく可愛いんです。さらにですね、M キルシステムやリベンジシステムなど他のゲームでは見られない独特なシステムを搭載しています。後ほどじっくりご紹介しますのでお楽しみに。はい、なんかね、今回2人ともコスプレなんですよね。コスプレっていうか私服ですよね、それね。はい、素敵、すごい私服ですな。いいダンスですよね。はい、まあ、今回もチャットも面白さゲームなんですけれども、今の一言 PR 聞いてどうでしたか？はい、ゲームの内容も面白そうなんですけど、はい、ここから見る2人のアングル最高でしたね。あ、最高ですよね。あ、もうセイバーさん可愛いよな。いや、いいですよね。はい、今日はね、チャットの方もね、かなり燃え上がってるみたいですからね、はい、ぜひ皆さんね、番組どんどん参加して楽しんでいってください。それでは早速1本目のゲーム紹介と参りましょう。のんたん、よろしくお願いします。はい、はい、では、今回私と一緒にゲームを紹介してくださる方紹介します。カプコンのトヨタさんです。よろしくお願いいたします。トヨタさん。はい、ということでトヨタさん、はい、私が早速プレイしてきますので、はいはい、解説お願いしていいですか？はい、はい、
ではやってきますね。はい、アンリミテッドコード、アーケードで、はい、はい、アーケードでお願いします。きます。でキャラクターを選ぶ、キャラクターはここに契約が入る、ね、はい、このカラー3だとちょっと今日の性格になるかな。はい、じゃあ行きますよ、はい、あのタイプムーンの電気活劇ビジュアルノベルヘイトステイナイトを題材にしたアーケード対戦格闘ゲームヘイトアンリミテッドコードがついに PS2 で発売いたしました、はい、あの 3D のポリゴンによる立体表現をしてるんですけれども、あの 2D 対戦格闘ならではのこうレスポンスの高さとかスピード感をこう合わせ持った、あの、まあ、元々のゲーム自体がその戦っていくゲームなので、結構やりごたえのある格闘になってます。なるほど、はい、このあたりはこう物語というかこう、そうですね、アーケードだと各キャラクターにストーリーがあるので、はい、あの楽しめますね、そちらも。ちなみにチャットからトヨタさんのファンコールがすごいですよ、はい、すごいじゃないですか、いつの間に どうしたんだろう、トヨタさんファンがいっぱいいるんですよ、すいません。はい、それですっかり忘れちゃいました忘れちゃダメですよ、はい、あの攻防の駆け引きを盛り上げるシステムが、はい、ちょっとご紹介しますと、あのスラッシュレイブといって、あの連続技をこう弱中強みたいなのであのやっていくやつですとか、あの相手の攻撃を弾き返して反撃にこう転じるリフレクトガードですとかリフレクトガードあとキャラクターの特殊能力を発動させる魔力解放などのシステムを、ね、はい、使いこなすのがいけます。この技を使いたいんですけどなかなか出ないんですよね、はい、じゃあちょっとゲージの方を説明しましょう、はい、あの画面のじゃあ一番左下右下にあるゲージなんですけれども、こちらは、魔力ゲージといって、はい、攻撃や防御などを行うことで増加して最大で 300% までストックできます。あのちょっと節が切れてるやつが100、100、100で全部で300ですね。でこれを使うと超必殺技とかそういうあの魔力解放とかができます。はい、で、真ん中の一番真ん中の今水色になっていたところが、あの聖杯ゲージといって、あの聖杯超必殺、あ、ごめんなさい、聖杯超必殺技を使用するために必要となるゲージで、これはあの自分のアイテムなんですけれども、両方で共有しているゲージで、あの受けたダメージが総量に応じてそこに溜まっていくんですね。でそれを消費して聖杯超必殺技を出すんですけれども、ってやらないので、あ、勝ってる、なかなかでもこの聖杯が溜まるのが時間かかりますね。コツとかありますか？コツは、いや、あのタイミングがあって、それ溜まってもあのその時に先に攻撃溜める最後の瞬間に攻撃した人が権利を持っているので、あのどこで溜まるかなって見極めるのが結構、ま、です。そこがコツですよね。でしかも溜まったからといって使えるわけじゃなくて、そのあの下にある魔力ゲージが満タンじゃないと300ないと使えないので、今すごい攻撃受けましたけど、あの攻撃を、うん、あの受け流すこととかできるんですか？できますよ。あのリフレクトガードとかガードガードあとキャンセルとかもいろいろできるので、自分がガードしてる最中にキャンセルしてちなみにチャットでもですね、はい、ペイト買った人多いみたいです。あ、すごいですね。え、今日発売なのに早い、嬉しいですね、はいはい、じゃあちょっとこの3つだけは言っとけって言われてるので、はい、そちらをぜひぜひ聞かせてください、このゲームはまあ大きく3つなんですけれども、まあ、フェイトのキャラが多数登場していて、はい、まあ、超必殺技ですとか、まあ、原作も再現していて、さらに PS2 版にはアーケードでできたものからキャラクターがまあ何体か追加になっているっていうところと、これ後でそのキャラクター使って対戦してみましょう、はい、あとはまあテンポが良いスピード感ある戦闘と魔力ゲージや聖杯ゲージなど原作の設定を生かしきったシステムであるというところです。なのでフェイト好きだけれども格闘ちょっとっていう人でもあのちゃんとチュートリアルとかそういうのもプラクティスモードみたいなのもあるので、なるほど、安心してやっていただけますし、格闘自体はもうかなり
作り込んだ形のものなので、もともとの格闘ファンも十分楽しんでいただける作りになってます。はい、私普段あんまりこう格闘ゲームってやったことがなかったんですが、うん、これそのチュートリアルでやってきたので覚えました、うん、今のところ勝ってますよねでもなかなか出したい技が出せないんですよね。こう一回解放して解放も、あのぼーっと解放してるときと、あの攻撃しながら解放とでまた効果が違うので、あと防御のときも違うのかな。防御も違う。この下の、うん、このバーの部分を溜めたいんですが、はい、それはそれはあの下にやられたりとかで、うん、あとはね、あのさっきそのプラクティスモードとかいう話もしましたけど、あのいろんな課題をクリアしていくミッションモードとか、そういうあの PS2 版ならではの要素も多数収録しているので、まあ、アーケードやり尽くしちゃったぜっていう方でも楽しみいただけます。なるほど。じゃあちょっと早速対戦をしてみましょう、はい、してみましょう。ちなみにチャットでですね、はい、ジュンニャンがイリアを使ってくださいって書いてあるんですけど、これ今日のゲスト意識したその発言ですね。そうですよね。あとで存分にね見ていただきたいですね。はい、じゃあもう私はセバオルタ。どうしようかな。あ、これもう決定しちゃったっていう感じですかね。これで。あ、動かせますか。動かせ。あ、そうだ、ね。ちなみに赤たつさんがマイタのアーケードでの修行成果が見たい。じゃあもうこれはこのまま。はい、そうですよ。何気にちょっとやってるんですよね。アーケード版も。だってあの二人ボコボコにしてあげてください。これでセーバーセーバーで、はい、やってみましょうか。あ、ちょっと、ちょっと待って。コマンドリスト、コマンドリスト見ないと。コマンドリスト。よし、その間に、その間にやっちゃうぞ。その間に、ね、やっちゃうぞ。やっちゃうぞ。ガードは片手でしときも。片手で。ちょっと待って。まあ、大体。ちょっとキャラ逆ですよね。これやっちゃいますよ。やっちゃいますよ。あ、じゃあ私は技を出せるかどうかのんびりやってますので。もういいですよ。よいしょー。いや、ちょっと狭いんですよね。ちょっとガシガシやられてますよ。やられてる。うまいじゃないですか。すごい。ちなみにチャットはゲームショーでこれやったって人多いですね。やっぱりそれだけ人気だというかね。今あの水平がキラキラと光ってますけど、これはどういう状態？光ってても一番の魔力ゲージがないとダメなんですか？いやーいや強い。かなりすごい技をお互い出せてないんですね。出せてないですか。じゃあ見せてください、それをぜひ。うわぁ、ちょっといやとか言いながら、とか言いながら上手いじゃないですか。いや出せるかな。あれ、なんかやられた。出せないな、なかなか。これでもちょっとこう練習したんですがね、なかなか技が出ない。うわー、やられてる。ガンガンやられてる。いい技、いい技、いい技。あ、なんかちょっとなんか今無駄遣いしちゃった。それも魔力ゲージ。このまま穏やかに終わってしまうのか。ガンガン、やられたー。もう私ガッツリやられちゃったんで、もうこうなったらまえちゃん、私の敵を撃ってください。いいですか。頑張れ。よし、じゃあまいちゃんお願いします。はい、まいちゃんはもうお手の物ですよね。うん、うん、うん、もちろん、うん、はい、ちょっと一回抜けましょうね。はい、はい。冷静ですよね。今度はどういうモードですか。あれ、これキャラ、キャラはでは選んで君の敗北に。ちょっと抜けたいよ。新たにキャラを選びましょうね。まいちゃんはちなみにどのキャラクターできますか。今回新しく参戦するミゼリーと、うん、いきますか。行きたいと思います。そうですよね、これ今ストーリーモードになってるから一回抜けたいんですよ。なるほど。ああ、なるほど、なるほど。このストーリーモードからまた抜けられるの。ここより
あの1回あ私はしてないのか1回普通にあそれでキャンセルをしてこれで中に入ってまあありがちですよね、これですよね。ストーリーになっちゃってるから、はい、まいちゃんはあの、はい、こういうここであこうしてあメインに戻ればいいんですね。ここでちなみに、チャットからはケンさん、それからメイサイさん、ジュンニャンさんがまいた頑張れと。お、頑張っちゃおう。頑張って頑張ってこれですね。よし、まいちゃんはどのぐらいやってますか、このゲームは。私もですね、ゲームショーの時に初めてプレイステーション2版をやらせていただいて、その時にリーゼリット発表になりましたね。あそこでやりましたよ、カプコンさんのブースで。ありがとうございます。なんかすごい、でもいやつ読んでます読んでます、ちょうど同じページにで見ながらね出せます。でもね、多分2人とも見なくても十分強いと思うんですよね。でも今度は技、大技出してくださいね、ぜひ。じゃあまいちゃん敵を追ってくださいね。はい、結構パワータイプだから考え行きたいなと思います。うわー、もう容赦ないですね。おお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 すごい。すごい。負けだ。負けだ。今日初めてやりましたね。すごい、まいちゃんこれって、はい、技ボタン、あボタンじゃない、A ボタン、あボタンでいいのか、使い分けてるんですか。やっぱりすごい速い流れの時は今日使うと結構ね、バセットも速いから。わあ、すごい。まいちゃんはあのイリア の、はい、このゲームでも声出してるんですよね。はい、このリーゼリットのキャラはあのアインシベルン家のメイドさんでイリアを守ってくれてますね、この子も。なるほど。すごい。だってコントローラー置いてやってる。すごいです。連打連打早い。すごい。あ、なんか、なんですか今の。すごい。ガードも結構使えますね。そうですね。チクチク攻めてます。すごい。こういった戦いが。ガード、まいちゃん、まいちゃん、頑張れ。マイちゃん頑張るんだ。こっち。すごい。かなり真剣になりますよ。早いな、バネット。おお。つぶさんも技。出しちゃってくださいね。惜しみなく、惜しみなく。おぉいいね。すごい。もう心配は使っていてもたまっていない。素晴らしいですね。じゃあ今度は私が京都さんの敵、あれいいのかな、汗かいてますって、はい、ということで何でしちゃおうかな。味方じゃなかったの。味方じゃなかったの。ボコボコにやられそうな勢いなんですが、いやでも結構ね、頑張って練習したもんね。そうそうそう、一緒に。よし、じゃあ今度はじゃあ2だから、やっちゃえばサンバーかな。じゃあ私これにしよう、さくらにしよう。じゃあできたらまいちゃんは、はい、イリアを
エリア目線でまさかをこうそれが私に対するこう動揺を誘う作戦もちろんこれも作戦ですからね。その声でお願いします。やっちゃえばさか。おーかわいい、かわいい、本当にやっちゃうよ。よしよしよし、いくぞ。あれ今ちょっとまいちゃんの声じゃなかったですか。イリアの声で、常にイリアの声。なにこれ、イケー、ちょっとなんか呼吸が悪くなってきたぞ。あーすごい強い。早いな。おいい感じか、いい感じか。もうもうすごい、なんか食らって私あの受け身って全然できないんですけど。エリア的な心境をお願いします。もちろんそのぐらい言っとかないと。不思議なものが伸びてるんですけど、これ何ですか。こういうのを勉強してるんですよね。ガード、ガード教えてください。ガードはガードと言っていいんだけど、モロゾーキンの言われる。モロゾーキンですよ。キャー、この瞬間に後ろに、後ろに、おー、いいコンボ。ふっとしてると、キャー、あ、そうなんですね。あー、やられたー。最後にイリアの一言お願いします。バーサーカーは強いね。可愛いから許しちゃいます。楽しい、やっぱり楽しいですね。こちら、フェイトアンリミテッドコートですが、本日発売となっております。そうです、そうです。はい、このゲームではまえちゃんボイスもたっぷりと聞けるんですよね。うん、アーケードでは入ってなかったんですけれども、はい、今回ストーリーモードにすべて声優がみんなで演じてボイス入ってますので、そちらも堪能しながら楽しんでいただけるといいなと思います。はい、では皆さん一緒に遊びましょうね。以上、フェイトアンリミテッドコードでした。はい、のんたん、とよさん、ありがとうございました。まいちゃんもお疲れ様でした。あー、手がプルプルですよ。プルプルですよね。もうチャットの方ですごいみんな盛り上がってましたからね。本当ですか。ぜひぜひ、また買ってない人はね、このまますぐね店に行ってください。見た後でお願いいたします。はいですね。はい、それではですね、本日2本目の紹介していただきましょう。なおちん、お願いします。はい、はい、ということで、ロハンです。早速ですが、こちらの VTR をご覧ください。 VTR スタート。Battles of the past. Bravery forgotten and blood shed. Redeemed through the acts of the heroes of Rohan. はい、ということで、私と一緒にご紹介してくれるのは、YNK ジャパンのゆうはぎさんです。こんばんは、はじめまして、YNK ジャパンのゆうはぎです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、今夜も私服が決まってますね。はい、なおたも、あ、なおちも決まってますね。混ぜちゃいました。ペアルックですよね。はい、ペアルックですね、今日は。ということで、早速ですが、ロハンのご紹介の方お願いします。はい、それではロハンの方を説明させていただきます。はい、今年の11月1日に皆様のおかげでロハンは2周年を迎えました。ありがとうございます。初めて耳にする方もいらっしゃると思いますので、はい、簡単にゲームの概要を説明させていただきたいと思います。はい、
ロハンは中世のヨーロッパ風のイメージで作成されたファンタジー MMORPG ゲームとなっております、はいはい、主なコンテンツとしましては毎週行われていますギルド同士での戦いとなるウォーシップバトルやタウン戦など毎回熱い戦いが繰り広げられております、はい、2年前に作成されたゲームですがキャラクターのグラフィックも綺麗ですね、はい、各職業ごとにスキルがかっこいいエフェクトがございますね見応えがございますので、はい、そちらもぜひ確認してください。ちなみにチャットから今日は清水さんどうしたんですかって。清水さんは今日ちょっといない、なんか世代交代ということでなんかこちらに来てますが、はい、世代交代でだキャラクターのいるじゃないですか。映ってますね。今背中がね、清水くんの背中が映ってましたけど、はい、保護者代わりに私服がちょっと私服じゃない、まあ、クリーニングに出してるという話を聞いてますけど、はい、今日は出れなかったです。そうですね、はい、でロハンの方ですがキャラクターのレベルを上げていただく際には、はい、のクエストを受けていただくことによりスムーズにレベルを上げることができますので、はい、こちらも合わせて一緒にやってください。またロハンの歴史なんかも知ることができますのでおすすめですね、うん、他にも独創的なシステムなどございますがぜひロハンをプレイしてお試しください。お願いします。ということで早速ですが、新しく実装されたジャイアントのちょっと見てみたいのでキャラクター作成の方ちょっとしてもいいですか、はい、では早速キャラクターの作成に入りましょうか、はい、こちらログイン画面です、ね、はい、はい、早速すでにキャラクターが1名作られておりますが、はい、ジャイアントの方 GM ナオチンがいますね、はい、後で使うかもしれないですね、はい、はい、右上の方に新しくジャイアントというものが実装されておりましてこちらを選択していただければ。じゃあどっちがいいかな。私はいつも男キャラでやるので。なるほど、はい、はい、ではキャラクターの名前なんかも決めていただいて問題ございませんので。はい、いやそれはもちろんナオチンですね、はい、男なのに、はい、男なのにナオチンです。ナオチンっていう男いないんですかね。ナチンですね。ナチンになっちゃった。ナオチン。でこちら下の矢印の方を押してもいただきますと、はい、顔やヘアスタイルを変えることができますので、そちらでお好みのように設定していただければ、はい、おーすごい、こっからトゲが、トゲですかこれ。トゲですね。何ですかこれ。種族なので触覚みたいな、はい、ヒゲも素敵な感じですね。あ、これがちょっとなんかすごいいい感じ、アジャコングを彷彿させる感じ。ちなみにチャットで166さんが後ろのマイターをもっと見たいって。マイターです。あーすいません、はい、私たちにちょっと鎧が、いや私服がね、私服が。はい、ではキャラクターが作れましたら確認ボタンを押してください、はい、じゃあこれを感じで、はい、はい、こちら作成画面でも分かるように他のキャラクターと全然大きさが違うのがよく分かりますね。はい、さすがジャイアント。こちらジャイアントなので大きくなります。ではゲームこちらのキャラクターで早速ゲームの方にログインいたしましょう。はい、はい、だこちらチュートリアルゾーンの方なんですが、はい、最後までクリアしていただきますと経験値増加のアイテムがもらえますので、はい、最後までぜひやってみてください。はい、クエスト情報がアップデートされました。お、喋ってる。はい、なるほど、クエスト情報がアップされている、はい、まんまですね。こちらは時間が、はい、時間がないのでチュートリアル終了の方をしていただきます。はい、はい、いつもだったらこうチュートリアルやると、そうですね、そこをやっていただければ、初めてやる方は操作が分かりますのでこちらでお願いします。じゃあ早速どこの町へ行くんですかね。こちらはジャイアントの実装されたことで新しく街ができてます。あ、そうなんですか、はい、こちらがつきましたね。お、はい、なんかすごいクリスマスな、ね、ドラッド地方のジャイアントの種族首都エトンの街となりますね、はい、他にもジャイアントがたくさんありますね。いろいろ、はい、わーすごい素敵。では早速街の方の風景見に行きましょうか。はい、こっちかな、逆ですね、こっちですね、はい、チャットから質問が来てますけれども、はい、ジュニアンから、はい、ジャイアントくらい大きくなりたいですか、ナオチ。なりたいですよ。何ですこれ、ジャイアントコーン食べれば大きくなれるんですか。え、違うんですか、何すれば。はい、いいですよ、縄文の方に住んでいただければ、はい、少しますよね、ちょっとこっちですね。どうやって大きくなれるんですかね。どうやって大きくなれるんですか。そうです、ね、何食べました。ちょっと牛乳をいっぱい飲めばきっと大きくなる、ね、なんか牛乳噛んで飲めば大きくなるって言われました。こちらになんか植物や鉱物などございますが、こちら9月の24日に実装されました生産システムというものがございまして、これを食べれば大きくなれます。それはちょっとわからないですね。そうですか、はい、こちら集めていただくことにより、はい、武器や防具、アクセサリー、魔法の精霊石などを作れますので、はい、ぜひお試しください。はい、じゃあちょっと一回クリックして、あ、いいですよ、どうぞ、はい、じゃあダブルクリックで取ることができますね。取ってますね。
ちらは精霊石の主に材料となる植物になりますね、はい、お、取ってる取ってる取ってますね、取ってますね、はい、完了するとアイテムが落ちるということになりますね。よし、じゃあ取って、はい、取りましたね。じゃあ町の方の方、風景を見に行きましょうか。はい、はい、こちらはですね、あ、固まっちゃったな、大丈夫ですね、はい、はい、では広場の方に行きましょう、はい。先ほども分かるようにあのクリスマスが近いということで、はい、露伴もクリスマスのデコレーションが施されているんですね。おー、あ、本当だ。雪だるまとかクリスマスツリーとかありますね。いいですね、はい、なんかこうクリスマスの時はこう、そうですね、雰囲気もクリスマスっぽくなっていて、はい、お、かわいい雪だるま、落書きされてますね。木の棒が育ってちゃんと髪型まで再現されている、ね、2つでツインテール萌えですね、はい、でこちら奥の方にあります階段を登っていただきますと、はい、ジャイアントの王様がいますので、はい、見に行きましょう。でこちらねちょっと紹介したいのですが、はい、ジャイアントの声優さんはビッグな方なので紹介させていただきたいと思います。ジャイアント、はい、まず男性の方は、はい、失礼しました、宇都宮健二さんがボイスを担当していますね。すごい、こちらご存知の方も多いと思いますが、はい、北斗の拳のラオウさん担当している方になりますね。そうですね、そう、力強い、はい、ありがとうございます。変わりまして女性の方は、はい、深見理香さんという方にお願いしておりまして、映画では J.I.J. のデミームーア、トゥームレイダーのアンジェリーナ・ジョリー、はい、た女性の方にはちょっと聞いてあることがあると思いますが、はい、セーラームーンのセーラービーナスなどが、知ってます、同じですね、すごい。あ、ちなみにですね、はい、私とまいちゃん同じ声優事務所で、はい、一応声優なんで、はい、ちょっと私たちも何か、はい、ね、ぜひもう機会がございましたらぜひお願いします、担当していただきたいと思います。ぜひ、はい、優しい。私ウルフやりたい、ウルフ、ウルフで、ウルフですか、はい、清水さんの方にちょっと連絡してもらえれば、はい、もしかしたら採用されるかもしれませんね、はい、うーん。じゃあこちら奥の方に王様がいますので見に行きましょう。はい、わあ、すごい。やっぱ王様、偉い人はやっぱ王様は結構かっこいいんですよね、衣装とかも。そうなんですか、はい。こちら歴史としましては、25年前に種族戦争で敗れたジャイアントは、戦士という名を怪我した自分のバスとして、ドラッドの城門に鍵をかけて閉じ込めたそう、失礼しました、噛んでしまいましたね、閉じこもっていたそうですね。はい、で、はい、いいんですよ、もう私なんかも。そして昨日ついに実装されたということで、門が開いたということになりますね。そうなんですか、はい、お、これが噂の。そうですね、なんか GM さんが予定にないですが、ここにいますね。GM さんと清水くんですか、はい、いや、違いますね。コラちょっと違う、ちっちゃくて、コラミリですね、はいはい。こちら奥にいますのが王様になりますね。はい、ちょっと剣とかかっこよかったりしますね。あ、本当だ、はい。すごい剣持ってますね。そうですね、かっこいいですね。一発でやられちゃいそうだ。でこちら左側にいます、はい、プライマーという NPC がいるんですが、はい、こちらはレベル50になりますと転職クエストが受けられますので、はい、こちらで転職する際にはこちらに話しかけていただければ大丈夫ですね。では早速スキルの、皆さんまだ二次職の方に転職してないと思いますので、はい、スキルの方に説明させていただきたいと思います。お願いします、はいはい。こちらはこちらのキャラクターはですね、はい、バーサーカーに転職したキャラクターになりますね。お、はい、メインとして主に扱う武器はポールアームとなります、はい。もう一つの職業はサベージといいまして、デュアルソードがメインとなっております。お、はい。その他にも投擲武器としましてトマホークというアイテムがございまして、はい、こちらを装備していただきますと、トマホークを投げることができるというスキルがあるんですね。へえ、すごい、はい。じゃあ早速使いに行ってみましょうか。ね、見たい。どんなモンスターが、新しいモンスターが追加されてますね。スレイトというモンスターなんですが、この石みたいな、結構強いんですよ。こちらの地方は、はい、レベル80以上のキャラモンスターが多いので、初心者の方は気をつけてくださいね。ちなみにチャットでは結構ロハンのプレイヤーさん多いみたいですね。 ありがとうございます。スコッピーさん、はい、GM では、ポルロスさんが大好きですと。あ、ありがとうございます。大海さんは、コラミさんは確かクエストで殺されうんぬんとか書いて、はい、ラディンさんももしかしたら出てくるかもしれないですね。はい、で今使いましたスキルですが、はい、ちょっとエフェクトが見えなくて残念ですが、はい、トマホークを投げたスキルは移動速度の減少効果や移動負荷効果もついておりますので、と遠距離の敵にも攻撃できるスキルとなっておりますね。また遠くの攻撃を防ぐためにビタエイトというスキルがございまして、こちら今使っているスキルですね。こちらを使いますと遠距離の方が攻撃されますと、その遠距離を使った攻撃を行った方がスタン効果を受けるというちょっと反則的な効果を受けることができますね。そして何より特徴的なのがバーサクというスキルになりまして、はい、こちら効果時間が短いんですが、ちょっと皆さん見逃さないようにお願いしますね。はい、はい、では
いきますね。10秒ぐらいで切れてしまう。こちら大きくなる。大きくなった、はい、大きくなった、はい、大きくなっちゃうんですよね。これは私も使いたいです、はい、こちらそうですね、効果時間が短いんですがすごく攻撃力が上がるスキルなので、はい、ぜひ使ってみてください。はい、では他にもいろいろとスキルが魅力的なスキルがございますが、本日はこちらのスキルで説明を終了させていただきたいと思います。とサベージも紹介させていただきたかったところなんですが、はい、ちょっと絵的に良くないということなのでやめておきましょう。はい、ちょっとだけ教えますと、はい、そうですね、相手の臓器を奪うエクストラクションというスキルが、はい、臓器を特徴的なスキルですね。肝臓、腎臓、もちろんそうですね、臓器を取るっていうことなんで、カバンの中に心臓とかそんな入ってたりするんですね。はい、あとはトーテムを立てていただいて、はい、パーティーに補助するというスキルがサベージでは特徴的なスキルとなりますね。はい、まあ、ジャイアントの紹介は以上で終了させていただきたいと思います。また今現在ロハンではジャイアントの実装を記念しまして多数のイベントを行っております。はい、また新規プレイヤー様や復帰プレイヤー様に特典などございますので、この機会にぜひロハンをお試しください。はい、新種族ジャイアントも実装されてますます楽しくなってきたロハンでした。はい、以上でございます。はい、いやありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。野内ゆうはぎさん、ありがとうございました。はい、じゃあ次ね、鎧を見ていたところでね、次はスペシャルのコーナー行きたいと思うんですけれども、それでは行きましょう。はい、行きますよ、せーの、スペシャル VTR のコーナー。はい、こちらのコーナーでは、それぞれのチームが紹介しているゲームにちなんだ VTR を、ご覧いただきます。まずはのんたんからお願いします。はい、今回はこちらB のタツノコ VS カプコンクロスジェネレーションオブヒーローズを私がプレイしてきました。皆さんがご存知のあのキャラやこのキャラが夢の共演を果たしながらバトルしている様子をご覧いただきます。それでは VTR スタート。今回はタツノコ VS カプコンクロスジェネレーションオブヒーローズをご紹介していただきます。このゲームはド派手で結構綺麗なかっこいい技が出るのと特徴的なシステムが売り のバーサスシリーズの最新作が Wii で出るということで、すごく楽しいゲームなのでちょっと実際やってみましょう。はい、はい、早速ではいきます。シンプルで分かりやすい操作ですね。はい、セレクトユアヒーロー。じゃあ私はカプコンのキャラをじゃあ選びます。じゃあ私はタツノコのキャラクター選びますね。はい、じゃあいきます。じゃあガッチャマンとドロンジョ。ドロンジョ、イエス。はい、じゃあこれでいきましょう。はい、あれた、あれた、これ大橋の剣受けて立とう。本気を出せ。はい、レディー、1が通常攻撃で2が必殺技ですね。例えば私のキャラだと下押しながらだと昇竜拳が、ダッシュ放題。ああ、1つシリーズだと私は出せないんですけど。そうなんですか。ダッシュ放題。ああ、で方向が違うと竹の木扇風脚も簡単に、いろんな方向機を使いながらやっていけばいいんですね。で攻撃をしたりされたりしていると、下にゲージがどんどん溜まっていくので、溜まってます、4つも。そういう時はどうすればいいんですか。そういう時は同時押し、ボタン同時押しで同時押し、すごい派手な必殺技が、おー、出た、出番か、交代、ドロンジョに交代。うわっ、どっちが今、どっちが出たんですか。あ、でもこっちも出てます。この大きいのは、うわー、やられてる。Wiiだけで出てくるキャラクターがいるので、それ同士で戦ってみましょう。はい、あ、よーい、これであった、かわいい。いきなりやられました。いや、すごい、何ですかそれは。なんか、あ、爆発した、
しますね。必殺技。ああ。あ、なんかすごい、なんか大きな武器ですねそれ。強いですね。あれ当たらない。これこの爆弾、あ、爆弾避けたい。今当たりに行きました。あとはじゃあ、あの、はい、今人間っぽいキャラクターばかりでしたけど、うん、すごく大きいキャラクターも出てくるんですよ。でかい。相手になってやる。すごい大きい。うわ。どうだか分かんない。一応攻撃受けるんですよね。いやー、ゲージもぶっといですからね。なんかすごい見るも無残な、ペタコになってますよ。下に投げられて潰したり潰したり、無敵ですね。すごい。ミニのオリジナルゲームをぜひやってみたいと思います。結構あのパーティーゲームみたいにみんなでやると楽しい、お気軽なゲームが入ってるんで、あのゲージがちょうど上まで溜まった瞬間にすると得点が高い、はい、あーダメだ。タイミングが難しいですね。なるでしょ、あれなんでしょ。え、待って、あー違うなー。ちっちゃいのしか出ない。こう思った。これはあのボディが汚れてしまったゴールドライターを拭いてあげる。拭いてあげるんですか。うん、君とは汚い友達になれそうだね。真っ黒ですよね。それだけ頑張って戦ってるので、これで振ればいいんですね。ふきふきふきと。いやー、全然綺麗になってない。あとはシューティングゲームができるんですね。うん、ポインティングして、まだまだ行くぞ。これなんか動体視力必要ですね。あ、同点だ。あ、同点だ。ボースウィンで、はい、面白い。はい、あのこちらのゲーム12月11日に発売いたしました。よろしければお買い求めください。はい、もうすごい楽しいゲームですよね。今日どうもありがとうございました。皆さんいかがでしたか。懐かしのタツノコヒーローご存知でしたかね。まいちゃんとゆみねこさん、ゴールドライターなんか知ってました。いや知ってますよ。メカ次元ですかね。そうなんですか。はい、子供の頃お金貯めてゴールドライターのおもちゃ買おうと思ったんですよ。え、売り切れたんでメカニックライター買ったんですよね。なんですか。メカニックライターってすごいんですよ。メカニックなんて直しちゃうんですけど、これがね、頭はねカパッと開けるだけで頭出ちゃうし、胸はこうパカッて開くだけで手が出てきて、足なんか車輪だから、ね、目から手がでね、ゴールドライターって結構ねライターになっていて、結構ね、ギミックがよくできてるんですよ。メカニックライターはパカッて開けるだけで、あ、なんだこれはって思った記憶があります。はい、すごいマニアックで、やけに懐かしいですね。はい、ちょっと目からうるっときました、今見たら。なんかやけに饒舌になってましたよね。このクラッシュでね、握りつぶすところなんかね、いいですよね。はい、はい、まるちゃん、はい、まるちゃん気になったこうキャラとかいました。そうですね、やっぱりカプコンさんの方はすごい昔から兄弟で一緒にやったりとかしたゲームのキャラが一堂に集まった感じで、はい、タツノコさんの方はなんかアニメの画面の方がやっぱり馴染みがあったから、戦ってる姿結構新鮮で、そう、それアンタはすごかったですね。あの巨体は何ですか。本当本当ね、え、あのハクション大魔王なんかもね、はい、こう自分が嫌がってるんだけど、ついが勝手にこう攻撃しちゃってるみたいなの可愛いですよね。ドロンジュ様はすごいですよね。セクシー、声がセクシー。手前にこうなんか必殺技でカトゥーンしてくるの、あれすごいですね。いいですよね。決まったって感じがして、あとちょっと精神的にもやられた方はへこむし。確かにね。いや、でもチャットの方ね、ゴールドライターは随分盛り上がったんですよね。はい、30代未満は禁止みたいな。なんで世代があるんでしょうね。はい、ライタン軍団とかね、
書いてますからね。あと一発マンもねかなり良かったですよね。あ、一発だね。ねえ、キャラごとにわしづかみされる場所が、ね、あるんでしょうね、そうそう、皆さんね。ね、これぐちゃってね。まだちゃうんだ。ね、いろんなゲームもできるのもすごく楽しいと思いますので、ぜひ皆さんカプコンの、タツノコバーサスカプコン、あ、いいですね、カプコン。ジェネレーションオブヒーローズ、ぜひぜひやってみてください。はい、なんちゃんありがとうございました。あ、ノンタありがとうございました。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。致命的な。ごめんなさい。本当にごめんなさい。次がナオチンだからですね。そうです、そうです。次はナオチンお願いします。はい、これが言いたかったです。はい。はい、こんばんは。ということで、今回私はですね、残念ながら VTR に出ていないんですけれど、先日行われました GM イベントの裏側を密着したものすごい VTR があるのでご覧ください。 VTR スタート。今回ですね、実は GM ギルド VS GM ギルドというイベントをやっているので、それの裏側を見せちゃいます。いいですね。GM ギルドメイドタウンチームのゆうはぎです。皆さん頑張りましょう。イエーイ。ブルーブロンチームタカナルです。皆さん負けないように頑張りましょう。イエーイ。今回の GM イベントで負けた方には、実はですね、特別な飲み物があります。広報担当清水が作るまずいぞ EX2000 を全部飲んでもらいます。イエーイ。飲めるんですか？飲めます、飲めます。一応飲めるように頑張って作ります。HP も5万ぐらい回復しちゃいます。はい、相当すごいドリンクになっておりますんで、皆さんちょっと楽しみにしててください。それでは始まりました、ギルド VS ギルド、どうなってるんでしょう。おお、どんどん走っていきますね。橋の向こうにやっぱりあのバフをかけてるだけね、早いですね。こう行くのがどの種族が一番いいと思ってますか？そうですね、やはり支援としての話はやはりプリーストとか、まあ、エルフがすごい重要になってますし、ただやはり一番強いのは DM ですかね。おお、それだけドリンクを飲みたいというような形ですかね。いえいえ、飲みたくないですよ。こちらはもうギリギリもう入り口のスタート地点あたりぐらいまで来ちゃってますね。メイドタウンちょっと不利な状態が続いております。最後の最後頑張ってほしいですね。本当ブレイブゴン強いですね。ブレイブゴン強いですね。負けそうですね。でも負けないように頑張ります。クリスマスの格好してますね、結構皆さん。そうですね、クリスマスはどう過ごしそちらですか？もう私は多分仕事かと思うんですけど、はい、楽しく仕事をしている形で。まあ、はい、楽しいですね、はい。彼女とかいるんですか？そこはノーコメントさせていただいていいですか？いないんですか？いや、ノーコメントで、はい。じゃあいるって形で。いや、もういいです、もういいです。邪魔なんで、じゃあちょっともう、はい、はい。ラウンド1勝ったのはブレイブゴン、おめでとう。勝ちました。あ、1対0ということで、これからちょっともっともっと頑張ってもらいたいですね。大丈夫ですか、メイドタン？はい、今度は負けられないんですけど。そうですね、負けないように頑張りたいです。すごいこちらは早いですよ。そうですね、結構攻め込まれてますね。あ、ところでクリスマスの予定はどうなりました？またですか？いや、ノーコメントでございます。はい、はい、そうですね、ちょっとで終わるか終わるか終わるか。お、ブレイブゴン勝利、おめでとう。第2ラウンド勝利。それではですね、ぜひ、はい、飲んでもらいましょう。頑張ります。じゃあ美味しく作りますんで、はい、ぜひもう少しちょっとお待ちください。広報清水くんのロハンクッキング、イエーイ。それでは、まずいぞ EX2000 のドリンクを作っていきたいと思います。イエーイ。ちょうどこちらにあります、ケーキ
手でどんどん入れていっちゃいましょう。匂いをきな粉っぽいですね。ちょっとこれをいっぱい、ちょっとわかんないですけど、ちょっと入れていきましょう。蜂蜜かな？いや、蜂蜜じゃないな。これは何のお酒でしょうね。天然なんとかって書いてありますけど、天然なジュースです。はい、ちょっと入れていきましょう。うん、いやー、これは、あー、これやばいです。このメインのこのスパイスですね。ミュージックスタート。ミュージックじゃないんですよ。ダンダンダレレンダンダンダレレン。おーっと、すごい色になってきました。色がやばいですね。色はほんのり卵の殻が入った感じで。メイドタウン代表 GM、はい、ぜひこれを一気で飲み干しちゃってください。メイドタウンチームのみんな、ごめん。いただきます。いったー。以上、スタジオにお戻しします。これきつい。いやー、すごいですね、はい、GM あのイベントの時って毎回あの罰ゲーム、そうですね、何かしら罰ゲームがあるっていうことになりますね。はい、本当にメイドタンチームのことはすみませんでした。あれどうでした、ちなみに味とか。ちなみにあれは匂いがもうダメですね。でちなみに飲み物じゃなくて固形物ですね、あれは。お疲れ様です、はい、ということで、あのロハンユーザーの皆さん、GM イベントがあるときは負けると GM さんがすごくきつい罰ゲームがあるそうなので、皆さん協力して頑張りましょう、はい、以上ロハンでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。いや、もう GM で、ね、かなり大変なお仕事だなって今思ったわけなんですけれども、ちなみにチャットでですね、フェリエさんかな、負けてすいませんって書いてありましたけど。こちらこそ。あと一気になった時にすげーってみんな勇者みたいな感じで称えてましたのでね、ありがとうございます。 ありがとうございます。いや、今どうでしたか、ちょっと。いや、わかりますね、罰ゲームの辛さは。やっぱりそういう機会も結構あるので。あの飲みっぷりは最高でした ね、 でもね。そうですね。はい、ではですね、そろそろいいお時間になってしまいましたので、最後にそれぞれのチームからもう一言お願いいたします。まずはのんたんから。はい、今回ご紹介しましたこちらの Wii タツノコ VS カプコンクロスジェネレーションオブヒーローズと、こちら PS2 のフェイト、こちらをそれぞれ2名様にプレゼントしちゃいます。ということで、プレゼントキーワードはまいちゃん、はい、お願いします。何でしょう。プレゼントキーワードは格闘尽くしです。格闘尽くし。はい、ちょっとさん、これは、はい、ね、今日2本、まあ、カプコンの格闘を紹介させていただいたんですけれども、これだけじゃなくて、あの2月12日にあのプレイステーション3と Xbox360 でストリートファイター4を発売しますので、ちょっとこのところ格闘頑張ってるんで、キーワードにさせていただきました。はい、では、キーワードの格闘尽くしと書いて、こちらの宛先まで番組の感想と、あと希望のソフト、ソフト名を書いてご応募ください。じゃんじゃん待ってます。応募してくださいね。では最後にトヨタさん、何か告知ありますかね。あります。ね、格闘だけではなくて、今年度はあと2月19日に Wii のデッドライジング、ゾンビの生贄っていう、あのゾンビがわーって出てくるんですけど、ショッピングモールでいろんなものを使ってこう攻撃する、あの72時間生き延びるゲームと、あとは3月5日にプレイステーション3と Xbox360 であのバイオハザード5を出しますので、よろしくお願いします。あとデッドライジングの方はあのブログを、デッドラ隊が行くっていうブログがあの先週かな始まりましたので、デッドラ隊で検索して皆さん見てみてください。あのもちろん公式サイトもぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回はカプコンから発売されました、今月ですね、発売されたばかりの2タイトルご紹介いたしました。やってみてくださいね。はい、のんたんとよさん、ありがとうございました。ぜひ皆さんね、バンバンプレゼントキーワードを書いて応募してやってください。では次、なおちお願いします。はい、はい、ロハンからはこちら、特製ビットキャッシュカードをですね、
各5名合計10名様にプレゼントいたします。ということでゆうはぎさん、はい、プレゼントキーワードの方お願いします。今日はシンプルに今日紹介させていただきました種族ジャイアントということでキーワードはジャイアントでお願いします。はい、プレゼントキーワードジャイアントと書いて番組の感想も添えてこちらの宛先までどしどし送ってください。ということでゆうはぎさん最後に告知などあればお願いします。はい、はい、また YNK ジャパンでは明日12月18日より魔境祈願が完全開放いたします。魔境祈願は簡単に楽しめるカジュアルゲームとなりますのでぜひお試しください。もちろんロハンも負けないようにどんどん盛り上げていきますので今後ともよろしくお願いします。はい、ということで以上ロハンでした。はい、直ちゆうはぎさんありがとうございました。はい、そういうわけでございましてね、ここで一つお知らせがあるんですよね。最後にぜひともですねこちらの番組で PR したいという方たちがいらっしゃいましたので、登場していただきましょう。サザンタクチームのですね、教官さんと秋葉原案内所の増田さんでございます。あ、柳さんですね。あのゲームショーではお久しぶりです。ゲームショーで柳さん、ありがとうございます。柳さんありがとうございます。今回昨年に引き続き今年も開催いたします。年末一大最後のイベント秋葉原で、サザンアタック祭りが開催いたします。今年は20日と土曜日と21日の日曜日に2日間にわたり東京秋葉原の UDX ギャラリーで開催いたします。今年はみんなでゲームやろうぜをテーマに来場していただいた方全員で参加できるゲーム大会や体験ブース、その他にもオリジナルグッズを販売する物販コーナーではゲーム内サドンガチャを再現したリアルサドンガチャが登場いたします。こちらのサドンガチャではゲーム内キャラクターのこのユリコジョンがつけている FPS I love FPS の、バッジも当たりますのでぜひ参加してみてください。あ、そしてですね、今度このサドンアタックの、かわいい、あ、おかえりなさいませご主人様、お嬢様ですね、サドンアタックの公式大会でメイドさんとのコラボレーションが実現いたしました。メイドコスプレショップ対抗のサドンアタック対戦を行います。秋葉原の8店舗でちょっとクランを作りまして対戦をするというものです。通常ルールと異なりましてメイドさんを2人の方が守っていただくというルールになっております。はい、なのですごい嬉しいです。そんな感じでメイドさんを守ってくださる方を大会内で募集いたしますので、我こそはメイドを守りたいという骨太な、はい、そんな野郎ども、もといご主人様お嬢様、よかったら、はい、ぜひご参加ください。その他にも会場内にはネットカフェのオープンスペースにて、さまざまなイベントをやっております。ネットカフェのスペースですので、ネットカフェでプレイしたことがない方はぜひプレイしてみてください。ただオープンスペースではありますけどメイドさんのサービスはないのでここら辺はご注意ください。お願いします。年に一度 の, 大会サドンアタック、ごめんなさい、サドンアタック祭り2018 in 秋葉、12月20日土曜日、21日日曜日、秋葉原 UDX ギャラリーにて開催いたします。詳しくはサドンアタックでご検索ください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでございまして、サドンアタック祭り2008 in 秋葉の飛び入り告知でございました。皆さんぜひ参加してくださいね。はい、そういうわけでございまして駆け足でお送りしましたゲッチャ2なんでございますけれども、そろそろお時間となってしまいました。まずは今日のね、ゲーム2本のプレイでいかがでしたか。いや本当ゲーム三昧の中でロハンも、はい、今クリスマスシーズンすごい画面キラキラしてて、はいはいはい、私も結構オンラインゲームハマる時期とかあるので、あ、はい、すごい楽しそうだなって思ったし、メイドの方はですね、まさに今日発売で限定版の方ぜひゲットしていただきたいんですけれども、フィグマがついた限定版すごく人気でなかなか手に入らないかもしれないんですけれども、ぜひそういうともども、あとですね今日紹介できなかったのはミニゲームがいっぱい入ってます。入ってます。面白いミニゲームいっぱい入っててちょっと 言うともったいないかなっていうぐらい面白いものが入ってるのでぜひそちらなんか楽しみに、これから年末お正月
あのお家でみんなで楽しくできる機会たくさんあると思うので、ぜひゲーム三昧で過ごしてください。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございましたね、また機会がありましたらぜひ遊びに来てください。はい、はい、よろしくお願いします。では次回のゲッチャ2は、12月25日の放送となります。ご紹介予定ゲームはソニーコンピュータエンターテインメントの、PS3 モンスターモーターストーム2と、ゴンゾロッソのランオンラインの2本になります。それでは皆さんまた次回お楽しみに。さよなら。ちょっと待った。何ですか。ここで終わりにはさせないよ。今日は嬉しいニュースがあるんです。お、何ですか。我らがゲッチャの大黒柱ユミネコさん、新しい家族が、はいはいはい、男の子でございます。名前決まったんですか。まだなんですよ。ナオミです。よし、ナオミにしちゃいますか。ナオミにしますか。骨太、骨太、骨太ですか。どうですかね、今のこの幸せな、あのハッピーな心境は。やめさんね、やっぱいいことありますよ、生きてる、はい、よかった、はい、これからもさらに幸せな家庭築いていってくださいね。ということで皆さん、また来週。